こんにちは、こんばんは。警部動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。前回に引き続きメインストーリーの続きと思ったんですが、今回ですね、新たになんか短い期間の迷子にならなくてよかったね。仙外峡の道は入り組んでるからさ、イベントがあります。これ何なんでしょうね。肩が凝っててさ、誰か揉んでくれないかな。なんかもない、先生とか。イベントアイテム、この中で持ってるのは、あ、アルは持ってない。はるかと、むつきと、はるか正月と、あいりと、かずさって持ってたっけ？あと、ふうか、よしみ、もう持ってんな、ジュリー。ココナやさも、いや、ルミは持ってた気がする。成長？何？カードゲーム？なんか、カードゲームみんなやるなあ。でも結局報酬なんだよな。報酬でアイテムはもらえるっていう感じですね。強化材料ってことです。では、行ってみましょう。まあこうなってんだけど、 D デイっていうのがありますが、まずはエピソードですね。レイ、いいですね。ハーフ、良くないな。粘りすぎ。本当だ。どういうこと？海。動ってる。
こだて？人参か。なんで先生やったの？まだ会ったことなかったっけ？どうしちゃねん。家計の力。本当？キサキ。なるほどね。カドセットっていうのを手に入れた。じゃあ行きましょう。講師乱唱。本当だ。
そしてやってくるおなりもん、いいな、キサキ。そうだな、みんなか。なんだろう、どう言いますか、ね、そうだよな。なんでダンボールに入ってたんだろうな。妙だよな。万年。万年。またかよ。それじゃあ。戦うんだ。ああ、バトルか。まあ仕方ないな。簡単に勝てるでしょ。レベル差があるからね。全部削っちゃおうってえぐいこと言うな。まずはありがとう。
ここでトリニティの砲撃術は優秀ですから、力差あるからな。出動します。バニタスバニヒョード。簡単だったな。次の任務は。OK です。文句なし。カードもたくさんもらいましたね。源流門バッジってなんだろう。先生か。ようこそ仙外郷へ。ああ。商品の発注、流通、それも大事だけど、同じくらい重要なのは商品の配置と並び。さあ、ゆっくり出て。中華風ショートケースってのが今回のアイテムだろうな。他椅子もあるし、あ、鞘の神妙文字もあるんだ。迷子にならなくてよかったね。仙外郷の道は入り組んでるからさ。じゃあガチャやりましょう。これはピンクきた。一枚だけか。さあ何？ベニタス。お。ウェイトトレーニングは科学です。今井さんだ。ミレミアムの最先端の理論が輝きを放つ領域なんです。SG。塩武器集が小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。カフェがある。あ、招待可能になった。じゃあスミレを招待。ネタはどこだ。どうしてでしょうか。おっさんだったよな。
ノーマルスキル。ダメだな。お、水着の海がいる。あげられるな。そうか。暇だな。じゃあ続き行きますか。ここが仙外峡だ。あまりキョロキョロするな。迷子になられても困る。お、確かに。さや。何？
ある子の集中力。ドーピングやん。意味が。まあ銃弾早いからな。その時は本当に使いたいもんな。ん？妙だ。近藤さん結構危険？確かに。なんだ音楽。終わり？あ、バトルか。
うん、現場に急行します。絶対当たってない。ボスクラス。勝ちましたね、あっさり。このギターの音楽なんだよ。だろうな、当然だな。あれがな、ダンボールがな。なんだ、ぬいぐるみ？毎回か、やっぱり。
なんでやん。先生か。ようこそ船外橋へ。さあ、どんどん続き行きましょう。でもココナとか、なんでなんだろう。シュンとか、ああ、そういうことか。おっと？嘘嘘嘘。で、配達依頼。運び屋をやらされてるってことだよな、子供たちが。そうだね。
まだ？行きましょう。コナに行く。段ボール。
さっきな、なんだ？あったかな。いいな、キサキ。なんだろう、手ぶり飲むな。
さあ行きましょう。問題な。廊下？ほう。ちょっと待って。そうだな。なんでだ。誰だ？ん？こんなのはどう？絶対変えよう。
しないでいいよ。ケイ。戦術の勝利だ。先生か、ようこそ仙外郷へ。ああ、ちなみに玄武商会に行くのはおすすめしないぞ。そんなバカな。新谷海。会長だったんだ。何？
誰？はい、回答の回かな。さあ、行きましょう。
そんなに？おてなし？
ピローグラスト。
そうだね。
こう。待ってたよ。どう？仙台橋は。先生か、ようこそ仙外郷へ。ああ、ちなみに強い。メグすごすぎやわ。先生か、
ようこそ仙外郷へ。ああ、ちなみに玄武商会に行くのはおすすめしないぞ。現場に急行します。先生か、ようこそ仙外郷へ。ああ、はい、かい。玄武商温泉開発の時間だよ。こっち。火力支援を始める。移動しよう。あれ、ひぶきが書いたんだ。お客様のお見送りも丁寧に。誰もそこからは逃れられない。お役に立ちましたか。幸いです。遠慮しない。口に合うと良いのですが。頑張っちゃうよ。現場に急行します。先生か、ようこそ仙外郷へ。ああ、ちなみに温泉開発の時間だよ。銀行が支援攻撃。すごいな、解放射器。手応え十分。先生か、ようこそ仙外郷へ。ああ、ちなみに玄武商会に行くのはおすすめしないぞ。全部削っちゃおう。
ジムに向かいます。この色を使っていくよ。そのことを思い知れ。はい、次。面白い。お役に立ちましたら幸いです。遠慮しないでいいよ。ターゲット支援を。簡単だったな。次の任務は、行きましょう。どんどん行く。ここが仙外峡だ。ここまでだよな。あまりキョロキョロするな。温泉開発の時間だよ。面白い。現場に急行します。お客様のお見送りも丁寧に。はい、次。あれ、ひぶきが炊いたんだ。そのことを思い知れ。お役に立ちましたか。すぐ飛んできたな。簡単だったな。次の任務先生か。ここから多分もっとレベル上がるんじゃないかな。現部紹介に行くのはおすすめしないぞ。一応オートで行くとどうなる。全部削っちゃおう。面白い。出動します。この色を使って。コッシュ、支援を。タレントだ。面白い。お役に立ちましたら幸いです。ターゲット設定完了。はい、次。面白い。ありがとう。いけそうな感じある。何？お客様のお見送りも丁寧に。そのことを思い知れ。クリアしたけど75秒クリア。わずかに7つ。先生か。ようこそ仙外峡へ。ああ、ちなみに。全部削っちゃおう。確か、現状が。
動します。お役に立ちましたら幸いです。今度ね、気分を支えたんだ。トリニティの攻撃術は優秀ですから。お口に合うと良いのですが、誰もそこからは逃れられない。タレントだ。支援攻撃、すぐに向かいます。次の場所へ移動する。お役に立ちましたら幸いですよ。ありがとう。お客様のお見送りも丁寧に。じゃあみんな、お疲れ様。迷子にならなくてよかったね。仙外峡の道は入り組んでるからさ。全部削っちゃおう。ターゲット設定完了。あれ、火星が咲いたんだ。報酬、支援を。はい、次。そのことは申し上げ。お役に立ちましたら幸いです。出動します。そのことは申し上げ。支援攻撃。あれ、火星が咲いたんだ。勝った。火星、偉い。ここが仙外峡だ。あまりキョロキョロする。全部削っちゃおう。持ってこいの場所だね。あれ、火星が咲いたんだ。支援攻撃。支援を。ライディングに持ってこいの場所だね。すぐに向かいます。だ、移動しよう。お役に立ちましたら幸いです。誰もそこからは逃れられない。お口に合うと良いのですが。頑張っちゃうよ。火力支援を始める。お客様のお見送りも丁寧に。チャレンジいっぱいあげた。じゃあ
なる。迷子にならなくてよかったね。仙外峡の道は入り組んでるからさ。目的、課題、それをこなすとは、さすが先生だ。ああ先生、料理で有名になっちゃったけど、現部紹介の本質は先生も知ってる通り、取引にただはない。何かが無償で与えられた、それにする？いいよ、商品の質には自信があるんだ。金を持ってないや。先生も知ってる通り、取引にただはない。売り切れる前に選んでって。入荷待ちほど辛いことはないからね。毎度あり店番なんて久しぶりだな。先生も知ってる通り、取引、それにする？いいよ、商品の質には自信があるんだ。売り切れる前に選んでって。入荷待ちほど辛いことは、先生も知ってる通り、取引にただはない。毎度ありここが仙外峡だ。あまりキョロキョロするな。迷子になられても困る。あ、これは後でやりましょう。暇だな。暇だな。ないね。暇だな。
暇だな。おかえりなさい、先生。ちょっとな。こんにちは。はい、ということで。先生か、ようこそ仙外郷へ。ああ、ちなみに玄武商会に行くのはおすすめしないぞ。この竜武道州、何か話したいことでもあるのか。ならいい。人にはさ、選んで選んで、何が出るかな。何これ、なかなか出ないカードなのに。やるね、こっちも楽しくなってきた。なかなか出ないカードなのに。やるね、こっちも楽しくなってきた。ここが仙外郷だ。複数の任務があるときはまずかん。ああ先生、何？迷子にならなくてよかったね。仙外郷の道は入り組んでるからさ。はい、ということで竜武道州という、まあ、イベントやっていきました。期間がすごい短いんで、急遽やっていきましたが、何か話したいことでもあるのか。ならいい。人にはただ名前を呼びたくなる日もあるものだからな。はい、ということで、次回はまた、メインストーリー、エデン条約編第4章をやっていくと思います。ぜひお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。旧 TwitterX のアカウントのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。